ワワンワールドの関野です今日は僕たちがこの夏にリリースしました5ポケットのウォータープルーフトートバッグちょっと説明していきますねこのウォータープルーフバッグなんですけど僕が中国の展示会で回ってたらこれをやってる人がいてあぜひうちのブランドで作りたいですっていう話させてもらいましたというのもですねこの生地感が外はちょっとメッシュな感じのなってるんですけど中はウォータープルーフ素材なんですよねそして中が5つ 見えますかねポケットがついてましてすべ、えー、てのポケットにこのウォータープルーフのジッパーがついていますなので濡れたものはこの中にガンガン入れてもらってこのポケットの中には濡れてないものを入れておいても濡れませんのですごい使い勝手がいいなと思ったのと大容量になってきた時にですねここで持って止めることができますね、えー、蓋ができますんでここで安定感はまたできますそして持ち方なんですけどこれをまず 手でで持っていくこともできますそして重たくなってきたら肩でも数けるんですよ。なんでこの使い勝手がすごいいいなと思って、えー、僕はすぐに オーダーダさせてもらいままししたねそしてこここにもももちちっゃなポケットありますんでででで携帯でも何でも入れるるとができるようになっていますもう一点そうだこのいいところなんですけどもこれ浜にですね女の人でも何でもこうやって持っていくじゃないですかいろんなものをそういう時に浜にポンって置いた時に立ってくれるんですよねトートバッグが。ですのでもう浜にどこ持ってっても濡れるっていうのは地面につくのはこの底だけになりますから浜で立っていろんなものをね欲しいものをここからビールでも何でもこうジャンジャン出して海で遊べるのでぜひビーチバッグとしては 最高に使い勝手がいいのでお持ちくださいませ。